田と牧2人の勝負は 3-2。 何を投じるか。捉えたがショートライナーだ。そして3塁ランナーはスタートを切っている。なんとダブルプレー。3塁ランナーギャンブルだったか。なんとダブルプレーで8回の裏ベイスターズ無得点、2対1。